田経理。僕らもみんな生きている。生きていたドールシープのハンティングトロフィー、生きていた鹿のハンティングトロフィー、生きていた白熊の絨毯、生きていた虎の絨毯、そして生きていた鳩 A&B、 とある豪邸に飾られている鹿の頭を白線にしたハンティングトロフィー。怖え、なんかこの時点で怖えな。床には虎の絨毯、かつは大地にかけていた動物たちも今ひっそりと部屋に飾られるインテリアの一つになっていましたと。しかしね、こいつら夜中に起き出して動き出すというおもちゃのちゃちゃちゃ、これさ、ネタ最高じゃね。これ何なんだろうね、漫画なのかな。もともとこのネタすげえパクリて、なんかさ、夜中にさ、剥製たちが起き出して人を襲いに来るっつう漫画、これめっちゃ面白くない？で、俺がね、ゲットしたのはね、まず虎の絨毯かけり、しかも二つっていうね。二つ虎の絨毯が出て、はけり、ダラーン、ダラーン、ハンティングトロフィー来てよ、ハンティングトロフィー。最後のがパカリ、ハト時計。 A か B どっちか分かんないけど、ハト時計。よっしゃ、じゃあ早速全部組み立てようぜ。ちょっと待ってくれ、マジですっげえ可愛いんだけど、虎の絨毯、本読んでる。めっちゃ可愛くない？しかもクオリティバラいんだけど、クオリティ、いやすげえこのクオリティ。薄っぺらくなっちゃって、虎絨毯になってるけども本を読んでいるっていうね。で、ハト時計 A、 これ多分 A だと思う。 A と B のね、違いがよく分かんないんだよね。多分 A だと思うんだよね、女の子っぽいから。3時のティータイムを欠かさない。かわいいね、ご主人様のおやつを食べる。かわいすぎる。で、メインディッシュ、こいつですよ、ドールシープのハンティングトロフィー。これ腐れ怖いんだけど、ハンマー持ってんだけど、マジで。こいつハンマー持ってんだけど、ご主人様殺す勢いだろこれ。マジ怖くね、夜中にこんなやつさ、夜中にさ、トイレに起きてさ、いやしょんべん行くかっつって、トイレのドア開けた瞬間にこいついたらどうする、ハンマー持って。マジしょんべんちびんだろ。すっげえ怖くね。ハンマーの用途はね、レンガの壁を壊すんだって。おお、ほんとかお前、ほんとかご主人様の頭を割るんじゃないのお前。すっげえ怖い、僕らもみんな生きてる。このシリーズいいね、クオリティ高いし、みんな超可愛い。あ、本倒れちゃった。このね、虎が持ってる、タイガーちゃんが持ってる本はね、置くだけだからね、すぐ倒れるんだよね。くっつけられたらいいんだけど。いや、ちょっとマジでさ、こいつ怖いだろ、マジ。ハンマー持ってさ、ぬっと。しかも、でげえしな。これ身長5メートルだろ、こいつ。5メートル。身長5メートル。身長5メートルで、ハンマー持ってぶらついてんだよ。夜中、家の中を。いや、これは怖えわ。めっちゃ怖え。あと鹿も欲しいね、鹿。鹿もすげえ楽しみ。鹿ね、マジやべえよ、こいつ。もう書いてあるもん。ご主人様の部屋の壁を壊すためのハンマー。もうやる気満々じゃん、こいつ。もうこんな顔して、この罪悪感ゼロの澄ました表情しといて、ご主人様の部屋の壁を壊すハンマー。鹿怖すげえ。鹿こいつもうやる気満々。やばいな、これ超惜しい。次回こいつ狙おうぜ。よっしゃ、ということで今回はね、虎の絨毯に、ハト時計 A、 そしてね、いやこいつ、なんかこいつだけ場違いじゃね、次元違いよね。もう次元違う目線してるもん、こいつ。こいつだけやる気まんま。マジ恐ろしい。でも可愛いね、ドールシープのハンティングトロフィーゲットね。で、次回はさ、この鹿のハンティングトロフィーゲットしたいね。あとね、鹿とね、ハト時計 B にクマさんでコンプなんだよ、白クマ。いや可愛いな、こいつらさ、まだ可愛い方じゃん。本読んだりさ、お菓子食ったりするだけだからさ、こいつらさ、もうやる気満々だろ。見て、もうやる気満々でしょこいつら。ハンマーとかじゃなくてチェーンソーだったらもっと面白かったかもね。チェーンソー、ご主人様の部屋の壁を壊すためのハンマー。マジすげえ楽しみだ。じゃあ次回はね、この鹿とハトロケ B と白熊さんでお会いしましょう。もう最後はね、全集合バイバイでしょ。いやマジ可愛いな、こいつ。マジ怖え、もう違うもんね、こいつだけ違うもん、目的違うからね。恐ろしい、このハンマーやべえわ、やる気満々のツラフェイス。いやーかっこいいね、凛々しいわ。